はい、皆さんどうも、ワカスタジオのワカです。本日の動画は、以前紹介したドローンの飛行申請手順について、初心者の方が詰まるポイントについて解説していこうと思います。前回の動画では、正直解説動画ということもあって、ミスなく1回でスマートに申請できる手順を紹介していきましたけれど、やっぱり個人で持っている機体も違えば申請する項目も異なってくるというところで、ミスをしてしまってなかなか先に進めないということも多いかと思います。実際に私も3回ぐらい詰まってしまって、ようやく申請することができました。またこの動画のコメント欄見ていただくとわかるんですけれど、多くの方がいろんなポイントで詰まっているということがわかるかなと思います。今回の動画はそんな皆さんが詰まるようなポイントについて、心が折れそうな人の役に立てるといいなと思ってこの動画を作成しましたので、参考になった方はぜひコメント等で教えてください。それでは早速いってみましょう。どうぞ。ということで、今回は前回出したこの動画のコメント欄、こちらへ視聴者さんから質問をいただきましたので、そちらの質問をベースに10項目ぐらいのポイントについて解説していきたいと思います。まず1つ目、こちらのドローンの飛行申請については、何歳まで登録することが可能ですかという質問についてです。こちらに関してはですね、特に現在飛行申請の年齢上限、そういったものは設けられておりませんので、何歳の方であったとしてもドローンの登録をすることができます。はい、2つ目、申請から許可を実際にいただくまでにどれぐらいの期間がかかりましたかという質問についてです。こちらについては、私の実体験だと大まかに3週間程度の期間が空いて許可がおりました。実際には6月の8日に私は申請をして、6月の28日に許可がおりました。で、この期間の間には実際1回事務局の方からですね、不備がありますので直してくださいという形でメールがありましたので、そういった不備がなければ、もう少し期間としては短かったような気もします。はい、続いての質問は、ドローンと送信機の接続時のスクリーンショットはどのような構図で撮ればいいのでしょうかという質問についてです。こちらの質問はですね、基本的にはドローン、それからそのドローンが映し出している映像が映っているプロポの画面、こちらが一緒に映っていればどのような構図でも構いません。例えばですけど、こういった写真ですね。このような写真が接続時のスクリーンショットとしてはいいかなと思います。ただですね、実際にはスマホを1台しか持ってないので、こういったドローンとプロポが実際に写っている画面、こちらを1つの写真に入れることができないという方も確かにいらっしゃるかなと思います。で、そういった方にはですね、私も実際こういうやり方したんですけれど、ドローンが実際に起動している時の写真を撮ります。そしてそのドローンが起動している状態のプロポの画面、こちらをスクリーンショットしまして、2つの画像を1つの画像として合成する。そしてその合わせた写真を添付していくという方法です。私自身はこの構図のショットで申請が通りましたので、おすすめはできないんですけれども、もし私と同じようにカメラが1台しかないという方に関しては参考にしてみてください。もちろん前提としてはやっぱり俯瞰した画像を撮れるのが一番いいと思ってます。はい、続いての質問は、飛行申請の中の操縦者情報の登録変更という項目の中の飛行可能な機体を選択してくださいという質問に対して、機体追加というボタンをクリックすると、機体名の機体情報の登録が完了しておりません、必要な機体情報をすべて入力し再度登録をしてくださいというエラーが出てしまいますという質問についてです。こちらに関しては、文字通りご自身の機体の機
体登録が完了していないために発生しているエラーになるかと思いますので、まずはこちらを確認してください。1つ目、機体登録がしっかりできているのか。こちらは DIPS のサイトの中から飛ぶことができますけれど、機体登録はまた DIPS とは別のシステムを使って登録をしていくことになりますので、ご自身では必ず機体の登録を行ってからこの DIPS を使った飛行申請を行うようにしてください。2つ目が無人航空機情報の登録というページの中の、実際にご自身が登録した機体を連携させる、情報をリンクさせるというボタンがありますので、こちらのボタンを押しているかを確認してください。押したつもりになっている方もいらっしゃるかと思うので、まずは確認をしに行ってみてください。次に飛行申請の中の機体追加基準適合入力のページで、プロペラガードを装着して飛行させるという項目にチェックを入れたんですけれど、次へ進めませんという質問についてです。こちらに関しては下の注意書きの方にありますけれど、プロペラガード等の装着状況が確認できる写真を添付くださいという欄ですね。こちらにはホームページ記載機で飛行形態 C1 を満たす場合は除きますという記載がありますので、機体情報の登録のページにありますホームページ記載機というボタンを押していただいて、ご自身が持っている機体情報を入力をして表が出てきますので、その表の中の C1 を満たしているかどうかっていうのをご確認ください。もしご自身が C1 を満たす機体ではない機体を登録しようとしている場合には、プロペラガードをつけてその画像を添付する必要がありますが、それ以外の C1 を満たしている場合にはここでは画像が添付必要ありませんので、そのまま写真は添付せずに進めるかなと思います。ここで詰まってしまうような場合には、一度機体情報の登録のページに戻って、このホームページ記載機を必ず確認をしてみてください。はい、続いて機体の位置や異常の有無等が PC 等で表示されることが確認できる写真という項目がありますが、どういった写真を撮ればいいのでしょうかという質問についてです。こちらについては、私の場合は DJI の製品を使っておりますので、 DJI の話をしますと、プロポの画面を携帯とつないだ際に出てくるこちらの画面、この画面を基本的にはスクショして添付をするという形になります。で、機体の位置や異常の有無等が表示されることというところで、実際には左下の方に基本的にはこう地図が表示をされると思うんですけれども、こちらの地図の画面をタップしていただくと、画面が飛行中の画面がワイプのように小さくなって、メインの画像が地図、それから機体の位置を示すこちらの画像のようになってくるかなと思います。基本的にはこちらのスクショを添付して送るという形になります。はい、続いての質問は、ご自身が持っている機体についてフェールセーフ機能がついているかどうかというところに関して調べる方法はありますかという質問についてです。こちらに関しては、 DJI 製品であればご自身が持っている機体の名前、それからフェールセーフ機能というふうに打っていただいて、 Google 検索をかけていただくと大体出てくるかなと思います。で、基本的には、Return to Home という機能であったり、障害物探知機能、そういったものがあると基本的にはフェールセーフ機能というものはついているという扱いになりますので、ご自身でしっかりと調べていただいて、どういった機能がご自身のドローンについているかっていうのをあらかじめ確認して申請をするようにしてください。はい、続いての質問は、包括申請をしてからいざ自分が飛ばすとなった時には再度許可申請等が必要なのでしょうかという質問についてです。こちらに関しては、基本的に包括申請を行っている項目に関しては飛行申請の必要はありません。こちらはあくまでも飛行するための許可が必要かどうかというものに関してのご質問だと認識しておりますので、こちらは必要ないということになります。ただし、ご自身が飛ばす場合には、実際に自分がいつどこでどういう風なルートで飛ばします、どのような範囲で飛ばしますというところに関しては飛行計画といった形で登録が必要になってきます。
で、こちらについては FIS 登録というものになってきますので、別途やり方であったり登録の手順については解説した動画を用意しておりますので、こちらを参考にしてください。またあくまでも飛行申請に関しては、国からあなたは飛ばしていいですよという許可を受けているだけの状態になりますので、基本的には飛ばす場所ごとに管理者がいらっしゃるかなと思いますので、その土地の管理者の方に一度問い合わせをしていくことをお勧めいたします。トラブルなく飛行させる場合には、必ずこういった事前の準備というものが必要になってきますので、面倒だと思わずに必ず一回一回聞くようにしてみてください。最後にちょっとおまけなんですけれども、安全に自動操縦するために必要な一般技量を有していますかという質問があるんですけれども、こちらについてはですね、基本的に GPS の信号を利用した操縦者の操縦を介さない自動操縦で飛行する機体のことを言っておりますので、皆さんが持っている DJI 製品でいうと Mavic Mini であったり Mini 2に関しては、そういった実際に操縦者の操縦を介さずに一定のルートを飛行するという自動操縦機能はついておりませんので、こちらは自動操縦は行わないという項目を選択してください。こちらもおまけですけれども、登録の途中でリモート ID の有無の記入欄があって、なしにしてみると必ず必要っていう感じの文言が出てきましたという質問についてです。こちらはですね、以前のこの飛行申請の動画でもお話ししておりますけれども、2022年からはリモート ID を 100g 以上の機体については取り付けが必須になっておりますので、こちらは必ず登録する際にリモート ID を別途購入していただいて装着するということをお忘れなきようにお願いいたします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。飛行申請を初めてやる方に関しては、必ずどこかのポイントで詰まるというところがあるかと思います。本日紹介したトラブルに関してはあくまでも一部を紹介している形になりますので、これ以外に詰まっているポイントがあれば、またコメント欄で教えていただければと思います。こちらのチャンネルでは、このようなドローンの飛行申請等に関わるような情報、それから空撮の映像、それから空撮のテクニックなどを紹介していますので、この動画が良かったなと思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。